会津若松市ではきょう昨年度に20歳を迎えた年代の成人式が開かれました。この年代の成人式は新型コロナ感染拡大の影響で当初は去年1月の予定が延期され、さらに延期された去年10月の開催も見送られていました。今日の式には対象となる1357人のうち561人が出席し、新たな門出を迎えました。式は午前と午後の2部制で開かれ、入り口も出身中学校ごとに分けられるなど感染対策が徹底されました。まあ、2回延期になってしまったんですけど、こうして盛大な成人式を開いていただいたことに関して本当に感謝しなきゃいけないなと思ってます。会津若松市では今年度の新成人の式は今年1月に開かれています。